皆さんこんにちは、名古屋のジェイモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このね、オープニングの挨拶、最近は全然入れてないというか、なので変なところでね、このオープニングの挨拶が入る可能性があります、動画のね途中で。実際問題ね、取材をしてどこまででこれで1本分の動画だなって分かんないんですよね。特に今は毎日アップのために走行中全ての動画撮影、全ての状況を動画撮影してます。バッテリーの交換時以外はね、でほぼ全てこの走行中話をしてるという、とはいえね、なかなかいろいろカットしたり編集する中で、編集してみないと長さがわからんね、実際問題動画の長さが。だからこうやってここまでで1本なんてつもりで走ってても、原石にはそれがずれてくるのが普通なので、なのでオープニングの挨拶してもいいところにオープニングの挨拶がはまんない可能性あるから、はい、その辺はご了承ください。なんか派手な自転車というより派手な格好した人が来たら、小さい小径の電動自転車だったね。電動自転車って言いますけど、電動アシスト自転車のことです。純粋な電動自転車なんてめったにないから、電動アシストってめんどくさいから言わないこと多々ありますので、電動自転車って略すことがありますので、その点はご了承ください。今日はね、相変わらず半袖半ズボンです。はい、小学生のよう。ちょっとね、寒いです。やっぱり日は出てますけど、半袖半ズボンにとってはちょっと、そういう格好だとだいぶ寒いな。今日はだいぶ寒い、だいぶ寒いですけどね、走ってると暑くなるんで、これぐらいでいいかなと思って、このスタイルで行っております。さあ今日は普通の取材車両です。電動アシスト自転車、結構ギアノイズが大きいでしょ。ギアの数が多いもんで、どうしてもカリ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 いっとるよね。どっちから行こうかな。今日あえてのアシストじゃないけど、運動がてらちょっと今日はこっち登ってきますね。あんまり登るのは好きじゃないんだけど、本当に普通の自転車だから全然登りたくもなんともないですけど、ちょっとルートにね変化を持たせないか。どうしてもね、自転車やっぱり楽なとこ選んじゃうんですよ。だからルートが限られてくる。だからいつも同じとこ通るな、この人はっていうね、通勤経路のごとく、通勤通学経路のごとく、いつも同じとここの人通っとるなと思われますが、それはそういう電動自転車じゃないやつ乗っていくと、坂道がきついとこ走りじゃないもんで、どうしてもルートが一定になってくるということですね。そこ通るのが好きっていうね、要素もあるかもしれませんね。そこの景色が好きだからとか、さまざまな要因が重なって、なんて小難しいこと言ってるけど、大体ルートは一緒になるっていう話ですね。でここのルートは別に好きじゃないです。この坂道が偉いで、結構しょうがないで登っとる、しょうがないで。今日はあるところへ向かうのに、こっちから行った方が景色が面白いかなと思って、今日は純粋に取材のことを考えて、もうね、電動自転車ならね、もう雲なく上がってきますよ。楽々、あれそうね、これ電動なおかつ立ちこぎっていうね、早いわこっちはアシストなしですから。立ちこぎね、やるとね、地味に自転車痛むよね。早くクランクにこのペダルのつながったね、駆動部分、地にここにめちゃくちゃ力かかるんで、立ちこぎすると、クランクにガタが早く来るっていうのは当然起きます。特に高校生の通学に使われた自転車っていうのは、クランクはかなり傷んでますね、経験上高校生なんて10キロぐらい荷物積んどるでしょ。10キロばかりじゃないか、下手すると。あら皆さん、11や学生証提示で大盛り無料って書いてある。魅力的だね。あ、今日田舎行かなかなかった。入り中取材があったな、そういや。思い出した、入り中のね、南山大生御用達、中京大生もかな、ひょっとしたら、あの食堂がね、なくなるっていう、明日でなくなるらしいですわ。なんで今日はね、ちょっとそこ行かなかった、忘れとった。どうしようかな、ちょっと今ルートを考えてます。どうしようかなと思って、ちょっと迷いがある。先そっち行くか。なのでこのまま八幡に抜けます。普通に偉なってきた。早速、かなり偉いです。偉いですけど、逆にスピードを出さない。スピードを出さんときはね、軽いギアでゆっくり上がっていけるんで、そんなに大変ではないので。でも私からするとやっぱり電動アシスト自転車は運動量が、それは楽ってことは運動量が少ないってことですから、ダイエットを兼ねて乗ってる私としてはあまりやっぱり乗るべきじゃないなっていう、そんな感じですね。乗りたい衝動、本日も実は大変駆られました。行く前にね、衝動駆られたんですけど、いやいや、先のこと考えると、やっぱ長距離考えるとバッテリー切れたりしたらね、あと厄介だし、基本ね、重たいので、全てがどうしても機動性落ちるから。あ、チョコザップがあるな、このところに。そうだから、そんなにね、乗りたいわけじゃないんです。
ただ楽なのは間違いない、分かってるんでね。坂道の取材は乗っていきたいということで、今ね、なんだかんだ言っても登ってきました。この喋りながらこの坂道上がるっていうのは大変ですよ。はい、できるだけはぁはぁはぁね、息遣いがしないように意識をしております。自分のね、はぁはぁ言ってる動画見るのもね、不愉快だもんね。おっさんがね、はぁはぁぜいぜい言ってる動画なんてね、気持ち悪くて見たくねえだろうなっていうところは自分で見ててもそう思うので、できる限りはぁはぁ言わないように心がけております。さあ、まもなく頂上、明治大学の薬学部の前ですね。この右側の看板レトロ、本当は部屋の片付けをしておりますと、断捨離せない、断捨離をせないかなと本当に思います。断捨離は大事、まあ、分かっちゃいるんですけどね、なかなかできないっていうのが現状です。まあ、でも私にしては珍しいよね、こっちから買ってくる動画ってあんまりないもんね。こういう角度で撮ったことって本当に少ない。ちょっと自分だからちょっと刺激的ですね。こっちからこうやって撮るってね、特に八幡をね、こっち側北側の歩道から走ってくってもうほぼないので、そこ階段になっとるなら道がね、階段国道思い出したな、青森県の。びっくりしたな、最初はな、階段の国道ってなんだと思ったけど、なんかよくわからんおじさんおばさんの集団でしたねコロコロも撮ったから、どっから遠くから来たのかな、墓参りかな、まあ多分名古屋の方ではないんだろうなっていう雰囲気が漂ってました。今日は学生さんもいっぱい歩いとるね。まあ、地味にここの右側の車庫がレトロ、超レトロだよね。こうね、車庫なのか家なのかちょっとよく分かんないのがあります、あちらにね。さあ、大戸の交差点到着しました。新しいビルできたけど、なんかノバとか下から米表、あとは何、薬局、スタジオ、ノバ、脱毛、ああいう施設がいいのかな。さあ、ちょっとじゃあ珍しくこっちが通ってるんで、南側にカメラを振ってます。こんな感じ。まあ、矢後とはね、この矢後ジャス、矢後ジャスってなんだって言われそうだけどね、まあちょっとあの JK 言葉チックですけど、ドムジャとかね、ナゴジャスとかね、JK はそうやってよく言ってました。はい、うわ、これちょっと壊しとるな、なんか建屋壊しとる、何があった、あれ。じゃあこれで間もなくカニ屋の前ですね。カニ屋じゃないね、正確に言うとあんた、カニ本家か、カニ道楽じゃないんだよね。もう昔の名前、昭和だとカニ道楽って言っとったら、ついカニ道楽って言っちゃうけど、カニ本家ですね、ここはね、本家、うん、全然言っとらんな。毎度言いますけど、一時ある会社におった頃は、事業主の方がもう大の、ちゅうか北海道出身だったので大のカニ好きで、もうなんか会合って言うとね、もう、おいカニ屋、はいカニ屋、はいカニ屋行くぞ、カニ本家、カニ将軍じゃないか、カニ道楽か、あのぐらい昔だったから、毎回連れてってもらって、そのうちだんだん連れてかれてというぐらいにね、回数が増えました若干飽きてきたっていうね、贅沢な悩みですけどね、ただで食わしてもらっといて、お前何が飽きたんだとまあ、ね、何でもそうですけどね、過ぎたるばなお及ばざるがごとしというところであんまり食っちゃうとね、だんだんいらなくなるっていうのは正直ありますけど。